はい、高橋丈太郎です。私がこう大好きなですね、平井和正先生のですね、ちょっと話がですね、ちょっと、話をしてて、ちょうどある方と話をしてて出てきましてですね、これをちょっと記録させていただきたいと思います。それで、この記事をですね、書いておきますのでですね、これを読んでいただければいいなと。ということでですね、ゴーストライターだったっていうことですね、この高橋恵子っていう方のですね、ここに書いてありますね、シャープ高橋恵子、GLA、これ GLA っていうのは SRA ですよね、新幻魔大戦出てくるですね、これ、モロじゃないですかね、モロですよ、これ間違いないですね。だからこのゴーストライターですね、をやったんですね。だから、平井先生といってもですね、イルミナティ、わけでイルミナティかフリーメイソンかですね。それはもう、本が出版できるってことでですね。大体、その辺がね、どこまでがどうなのかっていうのはですね、わからないですけどもね。ということでね、そういう話をね、ちょっと教わりましてですね、ここのブログをですね、他にもいっぱい出てると思うんですけどね、ああ、そうかと思って、だからどうだっていうことですけどね、私も新幻魔大戦を読んでるんですけどね、やっぱりですね、これがですね、もう何度もですね、吹き込んでんですけども、やっぱりですね、このスピリチュアルですね、スピリチュアルなんですよ、やっぱり全てはスピリチュアルなんですよ、これを隠したいんですよね、支配者はですね、これを間違いないですね、間違いない、それが本当、確信に至りましたね。でもう何回も吹き込んでますけど、「スター・ウォーズ」とかね、そういうのはですね、もう現実の話なんですね。SF っていう、SF じゃないんですね。幻魔大戦もそうですね。その辺がですね、やっぱりですね、アカシックレコードっていう言葉はもうあんまり好きじゃないんですけども、そういうことなのかですね。何でもいいんですよね。いろんな言葉があるのでね、言葉はそこにそういうのは重要ではないのでですね、やっぱり、ね、言霊、言霊っていうね、そういう言霊っていう言葉がですね、もう私もいつから幻魔大戦読んでるのか、もうね、40年とかね、そういうレベルですよね。ということでですね、平井先生、出版界はもうみんなね、イルミナティですよね。で宣伝してですね。でも確かにね、面白いんですよ、ね、本はね。やっぱね、新幻魔大戦面白いですね、本当ね。本当面白い。やっぱり、ウルフガイよりですね、やっぱり幻魔大戦ですよね。ウルフガイもね、いっぱい読みましたけどね。やっぱね、天才っていうかですね、やっぱすごいな、よくこんな文章書けるなって、みんなそうなんですけどね、そうなんですけどね、作家の方ってすごいなとこうね、思うわけでございましてですね、ということで GLA ですね、SRA ですね、これももうバッチリじゃないですかね。あそこのね、戦いのシーンが面白いんですよね。面白いんですよ。幻魔大戦でもね、出てきますけどね。幻魔っていうものがですね、幻魔が、今で言うと何だろうな、レプティリアン、ドラコニアンね、いっぱいありますけどね、その辺がね、わからないですね。わからないですね。モーツァルトの最後の曲がですね、レプティリアンですよね。ということでですね、
だんだんこういろんなものがですね、結びついてきて出てきたわけですね。またですね、いろいろ詳しい方はですね、フリーメイソン、イルミナティ、フリーメイソンですね。元はフリーメイソンですよね、やっぱね。やっぱフリーメイソンのがなんか強いんじゃないのかなと、こうね。人数が多いんですかね、フリーメイソン。あと CIA とかいっぱいありますよね。いっぱいあるじゃないですかね。あの方はどうしてますかね。あの方はね、なんだっけ、誰だっけな。あの人もね、聴導員さんとつながってたんですね。あの人、なんだっけ。忘れちゃって、忘れちゃってね。聴導員さんもよく出てきますね、最近ね。ということでですね、一体ね、三浦春馬さんの犯人まで出てきちゃってね、一体どうなるのかっていうことでですね、平井先生はどう契約が切れたのかどうなのか、そういう話を今日ね、いっぱい結構したんですけどね、政治家の方とかね、契約が切れたんじゃないんですかっていうことでね、そのね、知識がすごい人がいてですね、ちょっとね、またね、なんかね、記録したいの、だからブログでも何でもいいから書いてくださいって言ったんですけどね、いかがでしょうかね。はい、ということで、できたらね、音声で残したいですね。はい、どうもすいません、失礼します。